はい、こんにちは、すーです。今回なんだけど、ちょっとね、部屋紹介動画をね、撮っていこうかなと思います。ありがたいことにですね、ちょっと前に登録者数も30万人超えまして、まあ、記念ってわけじゃないんですけど、僕のね、撮影部屋をちょっと紹介していきたいと思います。一応ね、今の家が2年ぐらい住んでるんですけど、動画で紹介するのはこれが初めてです。で、あと、ちょっとカメラ手撮りで撮ってるんで、ちょっとブレとか気になるかもしれないです。すいません、そこは。はい、ということで早速ね、部屋の中見ていきましょう。はい、こんな感じにね、なっております。ちょっと電気をね、つけていきましょうか。はい、電気つけるとこんな感じです。じゃあちょっとね、順番に見ていきましょうか。まずざっくり紹介すると、パソコンが1台、2台。で、ゲーミングチェアと、あとはまあ、たくさんの本棚ですね。フィギュアとか。ちょっと順番にね、見ていきたいと思います。ちなみにこの部屋ね、YouTube の生配信とかで普通に映ってるんだけど、その時使ってるカメラが一応このカメラですね。なんで画角的には、この裏から回りまして、こういう図ですね。はい。これが普段の僕の YouTube ライブの構図になります。あそこに俺が座ってる感じですね。よし、そしたらちょっと順番に見ていきましょう。何から紹介しような。はい、まずはこちらですね。普段配信とかで使ってるデスクトップ PC。で、一応このパソコンが、エイリアンウェアになってます。はい。めちゃくちゃね、かっこいいんだよね、光り方が。ちょっとね、値段はスペックに対して高かったんだけど、デザインがね、すごい気に入ってるんでね、大満足してます。はい、こんな感じで、なんかちょっと宇宙船みたいなデザインになっております。はい、これ側面なんですけどね、エイリアンウェアってね、光ってます。めっちゃかっこよくないですか？普段パズルの生配信とかするときは、このパソコンをね、使ってます。で、あとはモニターですね。メインモニターとサブモニターでデュアルにねしてあります。メインの方のモニターがですね、見えるかな？エイリアンウェア、同じやつ、同じ会社のやつですね。で、サブモニターの方がこれね、ギガクリスタって書いてある。IoT だったかな？基本的にゲーム配信するときは、このメインモニターにね、ゲーム画面とかいろいろ映して、こっちのサブモニターに YouTube とか、OBS スタジオとか、コメント欄なんかを表示して、コメント見ながらね、ゲームしてます。で、あとは、まあ、一応、キーボードね。はい、こちら、スティールシリーズの。なんだったかな？エーペックスプロっていうやつですね。なんか、この PC を買った時に、そもそもね、FPS とか TPS をちょっといい感じのパソコンでやりてえな、みたいな感じで買ったんですけど、結局僕ね、コントローラー使ってやってるんで、Apex とか Fortnite とかも、あんまりキーボードの性能は関係ないですね。で、あと、マウスがロジクールのやつですね。ヘッドセットが、これ、アストロで、あとはキャプチャーボードね、これ、アバーメディアでいいのかな、読み方。これ使ってます。これがあることによって、スイッチでやってるゲームとかね、あとはその、パズドラの画面ですね。スマホ端末にね、こういう、ケーブルを挿してあげて、そっから HDMI 端末つなげてあげると、パソコンにね、スマホのパズドラの画面が映ります。普段パズドラ配信これですね。昨日あげたパズドラスイッチの動画なんかも、こいつがいたおかげで撮れました。で、あとは最初にも紹介したけど、これ、どこのやつだ？これもロジクールですね。ちょっとピントが合わないけど、ピント。ロジクールですね。ロジクールのウェブカメラに三脚立てて、あとはスイッチがね、ここに置いてあります。昔はね、プレ4とかも置いてあったんだけど、最近ちょっとプレ4のゲームやること少なくなっちゃったんで、リビングに持ってっちゃいました。ちなみに、このエイリアンウェアのね、デスクトップ PC、1年半ぐらい前に買ったんですけど、確かこの本体で50万弱、40いくらだったかな。で、モニターとか、このキーボードとかで、この辺もろもろ合わせてだいたい50ちょいですね。正直ね、パズドラの生配信するにはちょっとオーバースペックですね。まあでもまたこれからなんかね、重いゲームとかするかもしれないんで。で、ちなみに俺ちょっとこだわりじゃないですけど、すごい気に入ってるのが、これですね。このエルゴトロンのね、モニターアーム、こっちもそうなんですけど、これマジでかっこよくないですか？このモニターアームがね、個人的にめっちゃ気に入ってんのに、ちょっとやばいな、汚ねえな。ちょっと配線マジで汚い。これ見せられないやつだ。このモニターアームね、マジでめちゃくちゃ使いやすいんでいいですよ。ビクともしないし。結構モニターの向きとかもね、横とか縦とかも自由に動かせるんで、あのモニターアームは結構おすすめです。はい、そんな感じでこちらがね、1年半前に購入した、エイリアンウェアのね、デスクトップ PC になります。で、次にじゃあこっち行きましょうか。ちょっとマイク邪魔なんで、こっち行ってもらって。ちなみにこれマイクは、ブルーのイエティマイクロフォンだったかなみたいなやつを、そのまま USB 端子ぶっ刺して使ってます。はい。多分だけどね、もっといい使い方はあるんですよ。ちょっとね、マイクは最近の俺の悩みで、生放送するためにね、すげえ音割れがすごいのよ。おそらくもっといい使い方があるんですけど、ちょっとまたなんか調べて音質向上に努めます。すいません。はい、ということで次にこっちですね。
こっちが一応ね、購入したのが3年ぐらい前だったかな。YouTube 始めて1年経ったぐらいの時に購入した iMac Pro です。ね、エントリーモデルぐらいのスペックなんですよね、iMac Pro の。普通の iMac と違って、色がね、ちょっとグレーになってんのがお気に入りです。ただね、やっぱりどうしても3年4年も使ってるとね、まあいろいろ劣化してきて、容量とかも、まあ消してはいるんだけど、いろいろね。結構ね、処理とかもね、遅くなってきちゃって、どうしても動作がね、ちょっともっさりしてきたんで、そろそろ買い替えようかなーってね、ちょっと思ってます。基本的に YouTube に上げてる動画はもうほぼ 99% こいつで編集してます。キーボードはもう普通に純正のやつですね、はい。もう正直ね、これが一番打ちやすい。もう慣れてるから。この平たいやつがね、すごい打ちやすいから、こっちのなんだろうな、デコボコキーボードがね、すごい打ちにくいんですよ。まあでも多分これは慣れだね。で、あとはデスク周りですね。ティッシュ。これはもうね、最強。ティッシュは絶対いりますね、この位置。で、あとはシルコット。で、あとは、これね、モーリーファンタジーで撮ったイルミナと、で、これね、多分気になった人いると思うんですけど、ここにね、電卓計算機がね、置いてあるんですよ。個人的にね、これはもう必須です。普段僕動画撮るとき、こいつをこう前にやって、パズドラ端末をね、使って撮影してるんだけど、絶対ね、ここに電卓置いてるんですよ。で、今ちょっと撮影端末に使ってるんで、ごめん見せれないんだけど、撮影端末に使ってる iPhone をここに置きながらね、PDC を見ながら、こっち電卓で計算しながら、みたいな感じでやってるんで、もうね、電卓はマジ必需品ですね。俺の普段の動画をね、結構見てくれてる人ならわかると思うんだけど、結構ね、俺動画の中でいっぱい計算するんですよ。ダメージとか軽減率とか。喋りながら左手でね、電卓を打っております。電卓はマジで便利。これはね、この辺に1台ないとね、落ち着かないですね。で、あとはちょっとね、この辺散らかっちゃってるんですけど、Apple Watch、AirPods、この辺はよく使うので、もうテーブルの上にね、常備してあります。で、あとはちょっとこれ、でかいのプリンターですね。まあなんか仕事関係の書類スキャンして、パソコンに送ったりだとか、あとはまあコピーとかですね。で、あとは、まあちょっとなんか USB と、これですね、スーペンのペン先。これはね、新品がね、何個かストックがないとね、落ち着かないですね、電卓と一緒で。で、あとは、これが iPad で、さっきのこのね、パズドラ配信で使う、コネクタ?ドックっていうのかな?で、あとはこれ、Android 端末ですね。これで Amazon コインで課金してます。で、残りはまあなんだろう、パズドラ名刺とか、パズドラのトランプとか、これ携帯充電器。で、あと、ヤマハのね、これなんだ?なんか音のね、調整をする機械なんだけどね、買ったはいいものの分かんなくて一回も使ってない。これはでもなんかかっこいい。で、あとは筆記用具とタッチペンですね。で、紹介してなかったけど、これ。マウス。ちょっとごめん、このマウスパッドめっちゃ汚れてるわ。マウスなんだけど、これエレコムのね、多分ね、2000円か3000円くらいで買える、そんなに高くないやつなんですけど、これがね、指にフィットしてめっちゃ気に入ってます。編集は基本的にこれなんだけど、このね、ショートカットボタン、これがね、優秀。ちなみに俺は、このボタンが、削除ですね。キーボードで言うと、ところのこれ。で、このスクロールのところを押し込むと、1個戻る。で、ここを押すと1個進む。みたいな感じで、ショートカットキーをね、割り当ててあります。これはマジで便利。もしこれから編集作業しようと思ってる方は、絶対にボタン付きのマウスをね、使った方がいいです。はい、そんな感じで、こちらが俺のパズドラのね、動画編集環境になります。ちなみに、この iMac がだいたいね、購入当時55万とかだったかな。これに関してはね、全然スペックとかをカスタムして、上げたわけでもないんですけど、割と元からそのくらい値段でしたね。はい、ということで、Mac は以上と。で、今座ってたのが、これね、ゲーミングチェア、AK レーシングの、なんだったかな、なんていうやつだったかな。ちょっとこの辺とかね、剥がれちゃって汚れちゃってますけど、なんかね、オーバーチュアーみたいな、ちょっと名前、正式な品番がわかんないんだけど、AK レーシングの、ゲーミングチェアになります。はい、座り心地めっちゃいい。あとはなんかね、俺ユニフォームも紫色だし、まあベロアとかも好きなんで、紫でいいかなって感じで選びました。よし、そしたら最後にね、ちょっとこっちの本棚ゾーン行きましょうかね。はい、普段ね、生配信の、バックにもなってるこの背景なんですけど、結構ね、コメントとかでもね、何の、漫画があるんですかとか聞かれるんで、ちょっとサクッと紹介していきましょうか。まずですね、これですね。もう漫画といえばこれですよ、ドラゴンボール。俺がね、一番最初にね、買った単行本の漫画になります。まあ、今更紹介する必要もねえか。で、あと、フェアリーテールですね。これ小学校5、6年生ぐらいの時にハマってましたね。ちょっと41巻から、電子で読んじゃったんで、買ってないんですけど。そう、一応ここにある漫画が、俺が高校3年生までに、買ってた漫画たち。実家からね、持ってきたんですけど、その後の奴らは基本的にもう最近は、電子書籍とかで読んじゃってるんで、紙の単行本で買ってないんだよね。で、あとは、エリアの騎士ね。これも面白い。で、まあ、そうね。
まあ、ソウルイーターとかヒロアカとかね、ブリーチとか。ブリーチもこれ中途半端な35巻までしか置いてねえや。多分この倍ぐらいあるよね。で、青エク、神の水を知る世界、アオハライド。で、ハイスコアガール。まさきのだな。俺のじゃねえな。カリパク、いや、違うのよ。カリパクとかではないのよ。カリパクとかではないんだけど、これもすごい面白いです。まさき、いいんかな？うちにあるぞ、まさき。ごめんな。で、あと、王様ゲーム、プリズンスクール、ヒダンナリア。で、こっち右上ですね。ソードアートオンラインが、20巻までかな、ありますね、今は。で、あと、プログレッシブ。その横が、龍河城77の埋蔵金に、オレガエルですね。で、あとは、AKB49、君のいる街。あ、君のいる街よ！あー、君のいる街読んでほしいわ、読んでない人いたら。ヒロインがね、たくさんいるんですけど、俺が一番好きな女の子は、どれがいいかな、これかな ?14 巻。はい、あ、これですね。アスカ。マジで可愛い。アスカを選んだ、そこのあなた。一緒にお酒飲みましょう。で、あとはフィギュアですね。上にこれね、はい、10万人記念の、銀の盾があります。で、C2 のフィギュア、こっちがコードギアスのガベインですね。ルルーシュが乗ってる、機体になります。で、こっちもコードギアス、ランスロット、アルビオン、スザクですね。で、これがルルーシュ。はい。パズドラのね、アテもいます。ルルーシュと C2、かわいい。で、こっちが、グレンですね。その横になぜかココロちゃん。なんでこの羅列でここにココロちゃんおんやん。で、最後に小鳥ちゃんですね。いや、マジでね、この小鳥ちゃんのフィギュアのね、すごくない？マジで。最後までめっちゃこだわってんだよ。めちゃくちゃ綺麗。見てほしい。これね、躍動感すごくない感じだけど。めちゃくちゃいいんだよな。いや、マジで可愛い。で、最後になんかね、ポケモンたちがここに勢ぞろいしております。はい。はい、ということで部屋紹介ね、そんな感じになります。まあ、そうっすね、なんか変なものは特に置いてないかな。だいたいそんな感じです。まあ、普通に生放送の時にね、もうこの価格でいつも撮ってたんで、割と見慣れた光景かもね。部屋紹介自体は初ですけど、まあなんとなくこんな感じかってのはね、分かってた方多いかなと思います。またちょっとね、キンキンで引っ越す予定があるんで、最後にね、今のこの撮影環境を収めたいなってことで、今回はね、部屋紹介動画撮ってみました。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。コメントもね、ぜひぜひ残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。